ショイティビでーす。ヨヘでーす。はい、お願いします。はい、本日はですね、はい、グラウンド来たんですけど、もう雨で何回も潰れて、はい、はい、できなかったんですけど、今回はグラウンド4時間取りました。はい、雨の間何もできなくて、はい、とりあえずエルボーガード買いました。とりあえず、なぜなら、はい、まあ、投手としてやっていくっていうのはもちろんなんですけど、はい、野手でも活躍したいという思いがとても強い。しかしローリングスのエルボーガード俺持ってるんですよ。今流行りの、ね、エルボーガードもつけてみたいなってことで、はい、で今回ご紹介するそのエルボーガードがこちら。はい、エボシールド。エボシールド、はい、ラギョ可愛いね。エボシールドというあのエルボーガードなんですけど、はい、これこのまま外したらすぐにつけられるやつじゃないんですよね。そうなんですよ。それを知って、はい、えっと思ってすぐつけられないのと思って、はい、これどういうやつですかこれ。まあ、メジャーリーガーだったり、まあ、最近だったり日本人の、プロ野球の選手も結構つけてるんですけれども、空気で固まって自分の肘にオーダーのような自分の体に合ったエルボーガードが作れるというような製品となっております。ってことはこれまさか他人は使えないというか、他人は使いづらいと、ね、合わないかもしれないです。なるほどね。大きい俺が作るじゃん、はい、作ったやつをそのちっちゃい両兵がつけたらブカパカパブカブカでつかないこと、まあ、逆に言うと僕みたいな細い人間でも自分に合ったエルボーガードが作れるよっていうのがエボシールドです。はい、まずこれの前に両兵が持ってるやつ紹介してもらいたいんですけど、はい、それがこちらです。おお、これ両兵の型っすか。そうですね。なんかちっちゃくない、俺のイメージしてるのちょっとちっちゃい気がするか。あれなんですよ、僕本当に体が小さいのと腕が細いので、これジュニア用なんですよ。ジュニア用もあんの。はい、大人用も売ってたんですけど青がなかったのでちょっと青が欲しいということ で体的にも大丈夫だしってことでジュニア用を購入しました。いざはめてみるとそんなに違和感ないんですよ。あー、意外とぴったり。まあ肘を守れればっていう点ではここがちゃんと打つときに守られるので、まあジュニア用でも全然大丈夫だったなと。細い人とかだったらまあ合うのかなといったような感じです。はい、で今回じゃあまずこれをちょっと作っていかなきゃ。そうです、ね、始まんないよね。はい、だよね。はい、これをじゃあちょっとこれ作っていきます。はい、はい、でまず開けたんですけど、まずこれが出てきました。それが本体です。これが本体。はい、なんか危険って書いてある。危険って。何が危険なんですか。わかんない。で何これ。それが巻くバンドです。巻くバンド。これついてないんだもん、ほんと。そうです。で、これが、固めるための包帯みたいな。包帯。はい、すごいね。これ使った。使いました。これ一人で作れます。作りましたね。何、どうするの。開けんの。開けちゃ開けていいの。はい、いきます。チュン。はい、あ、固まっちゃったよ。もう固まってんなこれ。いや、まだ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 大丈夫。大丈夫です。これ開けるまで平気。もう今から始まってる。え、始まってる。やばい。そんな急がなきゃ。大丈夫です。でもこの今の状態だとまだペラペラなんですよ。柔らかく。ほんとだ、ペラペラだ。そこからペラペラ。うわ、ほんとだ。で、はい、これで、ね、どうすんの。自分の、いや、そこにつけるんかい。見えねえんかい。やだよ。どうすんの。こう肘の、その自分の当てたいところにこう。はい、自分の形にしたら、はい、これで、で、一回、そのまま固定して、強くガッと思い切る。で、隙間がないように。はい、あ、こういう感じ。それでその浮いたところらへんから包帯巻くような感じですね。あれなんだ、これ人持ってやるのめちゃくちゃ難しい。そうなの。え、これ自分でむしろやった。僕自分でやりました。え、無理じゃない。無理ゲーでしょ。俺今この状態でもうこの辺つってきてるよ。あ、やばみたいな。僕はそうっすね、一人で、本当に一人で全部やりましたね。マジで固まってる。これ何や、これ面白い。何も聞こえないよ。電話かい。これキャッチャーやるときも使える。使えないっすよ。使えない。投げれないじゃないですか。しまえないか、キャッチャーやるときも。そっちじゃない。これ全部、随分これね、あれじゃない、こんな感じ。お、いい感じ。そんな感じじゃないですか。お、いい感じ、超いい感じ、超いい感じ。じゃあこれで10分待ってみたいと思います。はい、はい、というわけで、はい、やってきましたけど、はい、どうですかこれ。大丈夫だよね。まあもう型はできてるんで。君らがこう、君らが遊んでる間に20分ぐらい経ってさ。ちょっと外していきましょうか。はい、それさ、これ本来自分一人でやるもんですか。そうなの。そんなこと書いてた、あそこに。
まあ、全部英語でしたからあれですけど、でしょ、英語読めねえからさ。はい、はい、OK、 着に柔らかいね。まあでもあとはもう形は整ってるので、でそこで締めてみてください。これをぴったし、うん、どう。はい、というわけで今回これいきましたけど、これはあとは放置しとけばいいんだっけ。まあ、まあ、でも置いとけば多分、はい、この状態でじゃあ置いといて、じゃああとは固まるという感じで、はい、はい、というわけで今回こちらのエボシールドやってきましたけども、はい、こちら気になかった方はね、ぜひともチェックしてみてください。はい、あとは旧タイプなんですよ、このマークっていうのは。なるほど。今は新しいのが出てるんですけど、新しいのもしかしたら日本まだあんまり売ってないかもしれないので、もし新しいのが欲しいとか持ってるって人がいたら結構レアかなと。じゃあ両方買うんで大丈夫です。はい、はい、というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん。プリントするグローブはこれプラスこちら。見ましたね。これ、はい、リセットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ男子用です。基本的にチャンネル登録と僕らのインスタフォローは必須ということで、超平 TV の、チャンネル登録者が8000に突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000に突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。